笠畑駅は埼玉県川越市大座、笠畑にある東日本旅客鉄道川越線の駅である。短式ホーム一面一線を有する地上駅である。開業当時からの駅舎を持つ自動券売機、簡易スイ改札機が設置されている。2008年1月末までは窓口で定期券、 長距離乗車券等を発売していたが、現在は購入できない。2020年東京オリンピックのゴルフ競技の会場の最寄り駅として、競技開催期間に合わせ、臨時改札口を整備したが、無観客開催となったため、使用されなかった。川越駅管理の業務委託駅、当駅の駅員がシフトで西川越駅の勤務にも当たる。川越線は、 大宮武蔵高萩間でアトスを導入しているが、かつて当駅ではアトス導入区間にもかかわらず、連動放送は使用されず、じっぱなし音源である戦国型放送の接近、発射放送を使用していた。2011年6月頃より、再びアトス連動放送の使用が再開された。また、当駅には発射票が、 改札工場に設置されており、こちらもアトスに連動した案内がなされている。2020年度の1日平均乗車人員は2290人で、ある。JR 東日本及び埼玉県統計年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。駅前広場駅から小瀬川の方へ歩くとなどかな、田園風景が広がっている。 最寄りの霞ヶ関カンツリークラブが2020年東京オリンピック会場になることから駅の西側に駅前広場及びアクセス道路が新たに整備された。笠畑駅いずれも2019年2月17日に整備された駅前広場から発着する出展広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。